まずこちらのキューバからご紹介します。北中米代表キューバ、5番バルデス、9番ディアゴ、6番ベルトラン、7番ミジャン、4番デスパイネ、10番サルミエントス。そしてコート右、白いユニフォームがヨーロッパチャンピオンのイタリア、9番ベルナルディ、1番カルディーニ、11番ゾルジ、注目の選手。そして10番カンタガリ、12番ルケッタ、5番セッターのトホリ。以上が両チームのスターティングメンバーです。コート左キューバ、コート右イタリア、優勝のまさに鍵を握りますこの一戦です。デスパイネが打ちまくるんでしょうか、はたまたイタリアのこの解決ゾロの意味を取ってまいります、ゾルジが打ちまくるんでしょうか。非常に注目の一戦です。主審は韓国のアン、副審が日本の山岸範夫。まもなくホイッスル、イタリアのベラスコ監督、そしてこちらキューバのサムエルス監督。この両チームは今年顔を合わせたのは8月のサビン杯の1試合だけ、その時は3対1でイタリアが勝っています。昨日ソビエトをストレートで下しましたイタリア、何と言いましても注目がこの11番ゾルジ、2メートル2センチ。そしてキューバ、昨日アメリカを下しています。190センチですが115センチのジャンプ力を持ちますデスパイネ。さあ試合が始まりました、イタリア対キューバ。まずイタリアの10番カンタガリが打ちましたがこれがアウト。今このキューバ一番向こうの選手がデスパイネです。ちょっとお互いに硬くなってるんでしょうか、小山さん。完全にもうこれは出だしね、両チームとももう硬さが見られますね。そうですか、はい、ちょっとやはりどちらもね、この第一戦がこのワールドカップの優勝をかける大事な一戦だということはやっぱり承知してるんですね。はい、今スパイクを決めました7番のミジャン、198センチですが、キューバのデスパイネ、そしてイタリアのゾルジ、どうでしょう、今までの試合ぶりますと今大会のナンバーワンアタッカーがゾルジで、ナンバーツーがデスパイネという声も高いんですがね。そういうことが言えると思います、いずれにしてももう1、2を争う、世界のトップクラスのスパイカーであることは間違いないですね。はい、さあそのデスパイネが打ちましたブロック、デスパイネ1回目のスパイカーブロックされています。もう1回デスパイネに回すか、いや銃を使った7番のミージャンです。198センチセンタープレイヤー。おそらく今日の戦いぶりはですね、キューバの4番デスパイネ、そしてイタリアの11番ゾルジ、この打ち合いがやはり中心だとは思いますけども、はい、それよりもその選手たちを使いながらどちらがいかに相手のブロック陣をね、はい、崩していくか、早いクイックとコンビネーションをどう織り交ぜていくか、はい、この辺も一つの見どころだと思いますね。したがってデスパイネとゾルジも注目されますが、その他の選手がいかにその2人のエースに頼らないで得点できるかが、ね、そうですね。そして特にね、キューバの方が、実際にはイタリアの方がブロックが高いですからね、はい、キューバのチームの方がその変化をつけた攻撃をしていくということが大事だと思いますね。はい、そのキューバが出だし1点を先行しています。1対0キューバ先行。さあセッターに入りましたがデスパイネ、イタリアには、ね、出しましたデスパイネ、このレシーブ力があるんですよね。今のブロックはデスパイネのスパイクも悪くなかったんですけどね、よくイタリアのカルディーニがレシーブしましたよね、はい、大きい選手をもたくさん持っているイタリアはその割に非常に守備のいいチームでもあるわけですね。まあ、大会前の下馬評ではイタリアもう少し荒っぽいチームではないかと予想されたんですが、何の何の非常にこう綺麗なまとまったチームですね。そうですね、非常にミスの少ない、はい、もうすっかり出来上がった安定したチームだと言えますね。2対0です。4番のデスパイネが後ろに下がって、あっサーポイント、デスパイネのサーポイントが出ました。3対0出だし、キューバスルスルッと3ポイント連取。キャプテンデスパイネ190センチ、23歳、男版ルイスと申し上げてよろしいと思います。桁外れのバレを持っていますデスパイネ。3対0キューバ成功、通りに入りました。さあ、バックから、ああこれがアウト、
ゾルジのアタックがアウトになって4対0でイタリア早くも作戦タイム。チェ、出がらしか。バカ、これからだよ、これから、これからなんだ、これからなんだよ。俺は転職のアクセスマガジン毎週木曜日発売。I'm in Georgia. コーヒーの実感、ジョージア。パリで生まれた小粋なパルファ。4つの香り、ビビビッ香水。ママの元気と暮らしの笑顔、大韓ホームのマンションです。モノクロ、カラーもモラクロ。気軽に手軽にカラーコピー、明るく楽しくアーテージね。白黒とカラーの切り替えワンタッチ、アーテージ5330。これからはオフィスカラー。 Yes, Rico。 この選手はサーブがいいですね。過去2試合戦ってますけども、この大会で一番サーブの成績がいいですね。そうですか、はい。7番のアナスターシーが、しかしその4サーバーのブロックを切りました。アナスターシーのサーブ、セッターディアゴ、またコンビを使います。これは止まりましたね。ブロックポイントですね。ブロックですね、はい、ブロック。トコリあたりが止めたんでしょうか。イタリアのブロックが出ました。さあ、ここまではデスパイネをあくまでもおとりで使って、こうやって10番、今 サルミエンテスが決めております。まだキューバはそれほどデスパイネを使っていません。温存。そしてイタリアはゾルジのスパイク決まっています。ライトからのバックアタック、はい、もう文句なしですね。きちっとブロックの2枚を見て、ストレートで打ってますよね。パルマ大学法学部の学生です。2メートル2センチのゾルジ。さあ、こちらはデスパイネのバックアタックは決まった。これでお返しですね。返しました。お互いにちょっと意識してるんでしょうかね。必ずゾルジがバックアタック決めると、その後ディアゴの方もデスパイネにバックアタックを出せますが、打ち合いになりました。予想通りゾルジとデスパイネのいい打ち合いになりました。レシーブ乱れた。チャンスボール、キューバ2で返します。ドスペイントを見せましたディアゴです。セッターですが、セッターでも191センチあります。8対4です。4ポイントキューバリード。今差のついているこの4点の差というのは、やはりサーブレシーブだと思いますね。サーブレシーブ、はいはい、完全にイタリアの方が崩れてて、キューバの方がサーブレシーブがきちっとディアゴ選手のところで入ってますね、はい、おっと、今度はキューバがサーブレシーブ乱れましたが、もう1回切り返します。6番のベルトラン、もう1回6番のベルトランですが、ブロック、フォローできない。ブロック決まりました。今3人が同時にガッツポーズを出しました。イタリア、はい、3人ブロックでしたね、はい、さすがのベルトナー選手も通じませんでしたね。8対5です。さあ、デスパイネ、強烈なスパイク、デスパイネです。そのキューバメンバーチェンジ、1番のブルックがベンチに退きまして、また7番のミージャンが前衛に帰ります。198センチのミージャン、8対5です。だいぶイタリアも硬さが取れてまいりました。1番のカルディーニの速攻、イタリアのトモリ選手もやっぱりいいサーブレシーブが入ってくると、この1番のカルディーニのクイックを使ってますね、はい、イタリアは昨日ソビエト8点12点7点で下しております。ますますイタリア強しの声も高まってまいりました。そしてキューバも昨日アメリカを下しています。
それから昨日どちらのチームもですね、はい、お互いにアメリカ、ソ連、今まで過去ここ数年間世界のトップを行った両チームをお互いにストレートで破って、はい、そして今日の戦いに臨んでるわけですからね、そして今アップでご紹介しましたゾルジ・デスパイネの試合も次第に熱がこもってまいりましたが、8対6となったところでキューバが作戦タイムを取りました。1回目特殊フィルターで包んだ厳選された豆、適度な蒸らし、一滴一滴のドリップ、飲むときに入れればこんなに、うーん、ローソンのその場でドリップコーヒー。あなた、シュガーレディの冷凍食品よ。20丸幸せ者私たちがお届けします。シュシュシュガーレディ。こびりつくお鍋はお料理を傷つけます。ね、煮物に優しいシルバーストーンのソースパン。ウルトラムーニーはギャザーが違う。動いても動いてもぴったりフィットして漏らしません。ギャザーが立ってる。漏らさず蒸れないウルトラムーニーです。おもちゃん、ユーミンズ brand new album Love Wars。 ポルシェは誰にも似ていない。 The Porsche Expert 三つ葉。さあ8対6、6対0と出だしキューバが先行したんですが、イタリアもじわじわっとさすがに力を出してまいりました。4番のデスパイネスパイ決まっています。出足の硬さからね、サーブレシーブが乱れてやや苦しい戦いをしたイタリアですけども、はい、この中盤に来てこの辺からややそれが良くなってきましてね、はい、これはイタリアにタッチネットがありました。タオリがタッチネットですね。ネットに触れてしまいましたイタリア。9点目がキューバに入りました。9対6、ベルトランのサーブコーリーに入りました。さあこのスパイクはアウトですね。アンテナに触ったんですね、はい、ギリギリのところで。ああそうですね、触ってます ね、やはりストレートに打とうとしたあのが結局アンテナに触ってしまいましたね。10対6です。4点差がつきました。さあもう1回ゾルジか。ゾルジのスパイク、強烈なスパイク決まっています。ニックネームがゾロ、もうこの大会でもおなじみになりましたこのゾルジのスパイサー。日本の選手たちはね、はい、このゾルジの選手で非常に鼻が大きいでしょ、ですから鼻っていうね、そうですね、はい、おい鼻に気をつけろとかね、鼻のバックアタックとかね、そんな言い方してますけどね、はい、そのゾルジです。昨日も打ちまくりましたゾルジ。これは小柄なアナスターシ、いいトスになった。さあデスパイネですか。ブロックが出ました。デスパイネのスパイクですがセンターのルケッタに当たっているようですね。そうですね、はい、ルケッタとイタリアはルケッタとですね、それからカルディーニ、この2人がやっぱりブロックの中心ですからね、はい、デスパイネはおとりでした。10番のサムリエンズが打っています。ゾルジ、これはどうか。すごい、あアタックラインをやっぱり踏みましたかね、ものすごいブロードジャンプで打ったんですけどね、豪快なバックアタックを見せたんですがアタックラインを踏み越えました。今イタリアのベンチの方にイエローカードが示されました。10対6、豪快なジャンプでしたねそれにしても、もう前衛で打つのと同じような、本当にネットにくっついたトスだったんですからね、はい、バックアタックをするにはちょっと無理なトスだったと思うんですよね。それをよく飛びついて打ちましたけども、はい、ちょっとその前のジャンプがアタックラインを踏んでしまったんですね。さあ今度はどうでしょうか。今度は決まりました。今度は十分余裕がありました。いよいよ中盤から後半に差し掛かって、やはりこの4点、3点、4点のリードされているというイタリアは、はい、結局ゾルジを中心に攻撃を仕掛けてくるという苦しい展開になってきているんですね。一方のキューバの方は余裕がありますから、こうして時間差、はい、あるいはね、クイックを混ぜて使っているデスパイネ抜いてね、今のところ、はい、
戦っていますが、キューバ、いや、これもワンタッチですね。今、ディアゴに打たせましたね。ちょっと、ちょっと、ちょっと、これは完全にワンタッチですかね。今はイタリアのブロックに当たったような気がしましたけどね。結局は、ノータッチということですね。そうですね。スパイクアウトですね。バックアタックです。ちょっとムードが悪くなりかけたところで、このデスパイネのバックアタックです。まあ、女子優勝しました今大会、キューバにはあのミレイア・ルイスという超人がいましたが、はい、まさに男版のルイスという、全く同じですね、はい、女子チームのルイス、男子チームのデスパイネ、この2人がやはりキューバを代表するエーススパイカーですね。キャプテンです。1メートル90センチのもう1回デスパイネが来ます。決まります。決まりますね。鮮やかデスパイネ、見事な桁外れの跳躍力です。さあ今度はタモリが苦しい、後ろからアナスターシが打ちました。これは苦しい、アウトです。11点目がキューバ。ちょっと今日はあのイタリアの9番のヴェルナルディ選手がサーブレシーブを少し閉じてますね。これももう苦しい状態。そうですか。ゾルジが打ちます。よくつないだ。叩きつけてカバーします。ナイスカバー、イタリア。ハイプレー。さあそしてエースゾルジュ、あーっとこれはゾルジュ、これはドリブルです。そしてベラスコ監督です。ここまではやや苦しいスタートのイタリア。バックアタックは5番のバルデスですが止めました。7番のアナスターシーあたりでしょうか。読んでいます。身長はあまりありませんけど、あの跳躍力でいいブロックしますね。はい、またまたブロックが出ました。今度はカルディーニがガッツポーズ。ここで2本ブロックが出ましたが、これで分からなくなってきましたね。そうですね、はい、11対9、2ポイント差。さあ持ち前のイタリア、高さ、速攻で繰り返しましたミージャンです。しかしイタリアも武器のブロックが出てまいりました。アナスターシ、よく決まりますね。本当にうまいスパイク打ってますね。今のもあのバックの選手がレシーブで触らなければアウトになるようなボールだったんですけどね、はい、こちらは6番のベルトランです。勢い余って相手のコートに入ってきましたが、スパイクは決まっています。11対9、ちょっとここが第1セットの勝負どころということになりそうです。6番ベルトラ、これはレシーボールが高い、リケッタ打ちましたがちょっと逆の方向に走ってしまいました。キューバ、イタリアメンバーチェンジです。3番のパッサーニが入ります。トボリに変えてパッサーニということは、これは2枚替えですね、はい、前に前衛にセッターが来たので、大きい選手を入れて、そしてこうバックにこのサーブを打つ4番の選手、これがセッターになると思いますね、はい、4番のそのデジョルジのサーブポイントで11対10となって、キューバ2回目の作戦タイム。色、艶、香り、上等な海苔には訳があります。お歳暮に海苔は山形屋。スチームプラス風は痛めない、崩れない。北島上機嫌スチームくるくる、今使い方ビデオ付き。ナイスンファン、今日は思いっきり女王様です。ハートカードで5つ星の旅、第一官人カード。大人になったね。クラスアップのヘアケアはメロスです。遊ぶ、恋する、汗をかく、僕らは冬の子供です。ここは冬の独立国。90年ビクトリア。
柑橘果汁がたっぷり入ったポン酢笑わせんじゃないわよよく振って使え大きなお世話だうまいうーん幸せだポン酢醤油はキッコーマン発注好み新発売イタリア追い上げてきました11対10ついにポイント差さあこのスパイクは決まった10番のサルミエントスパンアメリカン選手権世界選手権出場のキャリアを持っています11歳からバレーを始めたというサルミエントスポイント11対10アナスタシーこれはホールディングキャプテンのルケッタが口をこう主審に問いただしていますがイタリアはここでトホリとですねゾルディの2人を2枚替えしてしまいましたのでね、はい、バックアタックができないわけですねゾルディがいないですからそうですね、はい、この辺がどう響いてきますかね、はい、2枚替えをしてすぐでゾルディのサーブポイントが1本ありましたんでね、1点差に追いついたんですけどもそのゾルジは今ベンチです12対10ですサルミエントス叩きつけました落ち着いてますね思い切って26歳ですベテラン格の選手です12対10これもサブレシブが乱れたおお打ちましたコースを読みましたベルナルディです去年のソウルオリンピックでは9位に甘んじましたイタリアその時のレギュラー5人がメンバーの中に残っていますバカタックルスパイネ鮮やかな気合ですね目の覚めるようなスパイクですストレート打ち気合が入ってまいりましたデスパイネ10番サルミエントスライトを使います3番パッサーニのスパイク決まっていますさあ飛び跳ねながらイタリアはゾルジが満を持していたようにコートに帰りますそして5番のトボリもコートに帰りますゾルジが前衛に帰りました9番も3番のご覧のバンテスがコートに入りましたいよいよ終盤の攻防になりますねそうですね第1セット目の第1セットの大詰めを迎えようとしております果たして先行するのはどちらかデスパイネデスパイネのバックアタック超えていますデスパイネ2枚のブロックが来ているにもかかわらず際どいサイドラインいっぱいのギリギリのところでね、よくあれだけ強烈なスパイクを打てますよねそうですねさあこれは繰り返しました1番のカルディーニですああゾルジの方も大きな声を上げてまいりますゾルジそしてデスパイネお互いに気合がこもっておりますがこれはセッターのディアゴが返しました、はい、高くてトスを上げられないような高いボールだったんですよねそれをバックの人のいないところでうまくつきましたこれでこのセット2本目ですよね、はい、今のようなプレーをしたのはそしてピックはカルディーニですこの人もソウルオリンピックのレギュラーですこのセットを取るためにキューバは絶対にイタリアのブロックに捕まらない、はい、イタリアのブロックをうまくこうかわして打っていくということが大事なんですね、はい、これで1本捕まりましたけどねもったいないイタリアフェイントうまいデスパイネの今度は強打ではなくフェイント強打のデスパイネ今まで全部スパイク打ってた、この大事なところに来てあれだけフェイントかけられるともうイタリアは動けませんよねはいバンテスに変えましてまたサルミエントスがコートに帰りました9番12対10今のようにブロックにとにかく止まらない攻撃をかけていくというのがキューバの大事なポイントですフェイント一方のイタリアは、はい、自分の攻撃を生かすためにサーブレシーブを絶対にこすらないサーブレシーブで、はい、いうことが大事だと思いますね日のあたりのソビエト戦に比べますとサーブレシーブが半分ぐらいですよねそうちょっと今日はね、はい、硬さだと思いますけどねさあゾルジスパイクサーブデスパイネこれはカバーできませんフォローできませんサイドアウトがこれで13回目になりますお互いに譲りません12対10
浅足のフェイント上がります。デスパイネを起用します。決まった。ガッツポーズ。デスパイネ気合を入れます。これでキューバはね、大きくこのセットの勝利に前進しましたね。13点目が入りました。キューバ3ポイントリード。おっと苦しい。イタリア今日はレシーブが悪い。苦しいイタリア。さあもう一回デスパイネを使うのか。いやピックを使った。あ、それは捕まりましたね。ブロック、ブロックですね。はい、またこの小柄なアナスターシーが止めました。なかなか勘のいい選手です。いや、イタリアは前半スッと離されてしまって、その後このアナスターシーを入れて、それでずっと息を吹き返したということですからね、はい、ちょっと小指が合いません。珍しくキューバコンビが合いません。しかしチャンスボール。デスパイネ、そしてサルビエントス、レフを使ったブロックが出ました。ブロックが出ました。9番ベルナルディのガッツポーズ。まだ分かりませんね、こうなると。はい、13対11です。デスパイネはおとり。5番のバルです。さあここで今度はキューバはデスパイネが後ろに下がりました。またここはデスパイネのバックアタックが見られるんでしょうか。深い位置からね、はい、大きなスピードのあるサーブを打ってきますから。ゾルジのバックアタックですが、これもアタックラインを見越してしまいました。14対11となったところでイタリアベラスコ監督2回目の作戦タイムを取りました。このベラスコ監督に今大会前に伺いますと、予想は1位アメリカ、2位キューバ、3位がうちであろう、4位はソビエトだろうと語っておりましたが、ソビエトは大会前からそれほど恐れてなかったようですね。まあ、それと同時に、相当やっぱり控えめな言い方をしたんだと思いますよ。なるほど、はい、実際にはやはりもう優勝を狙ったと思いますね、はい、ヨーロッパ選手権でもね、自分のチームの出来を見てますとね、これはいけるという気持ちは当然あったと思いますけどね、はい、まあ、大会前ですからちょっと控えめに言ったんじゃないですかね。キューバ、キューバ、ディアゴ選手に代わりまして14番、エルナンデス選手が入ります。14対11です。キューバ、はい、ワンポイントブロックですね。若い14番のエルナンデスを入れました。2メートル3センチ、はい、エルナンデスがブロッカーに起用されました。キューバ14対11、1セット、セットポイント通りに入ります。ゾルジを使います。決まった。逃れました。ゾルジのアタック。ワンポイントブロッカーのエルナンデスがベンチに退きまして、またディアゴがコートに帰ります。セッターのディアゴ。14対11 1回目のセットポイントを逃れましたイタリア。サーバーは12番のルケッタ。セッターには入らない。ん、これはパッシングセンターライ ン, ン, ターラインキューバの方にあったわけですね。そうですね、はい、今トスを上げようとして、流れましたので、ね、体が踏み越してしまいましたね。14対12です。2点差まだ分かりません。サルミエントスのスパイクはアウトです。サルミエントスのスパイクはアウト。ちょっと抜きましたね。いいところでミスが出た。1点差。さすがにキューバも力が入ります。14対13ディアゴに入る。速攻を使う。5番のバルです。14対13デスパイネがバックライトから打つことができる状態だったんですけどね、はい、クイックを使いますね。こういう場面でも2回目のセットポイント。キューバ14対13さあこのスパイクは決まった。ベルナルディの豪快なスパイク決まりました。2回目のセットポイントも逃れました。21歳のまだ若い選手です。199センチのベルナルディ。バックアタック。あー、その気合い。デスパイネのバックアタック。3回目のセットポイント。キューバ落ちる。さ、苦しいイタリア。ピンクで逃れます。1番のカルディーニ。カルディーニの A クイックは全部決まってないですかね。このセットはもう4本か5本やってますけどね、はい、そのカルディーニの表情もガッと詰まりましたが、大事なところでこのベルナルディのサーブミス。これのサーブミスは痛いですね。4回目のセットポイントです。キューバディアゴのスパイクサーブ。
ドルジュ行きます。止まった。さあ流る。デスパイネ、デスパイネ、車上がった。ナイスプレイ。アラスター足、今度はどこを使うか。やはりゾルジを使います。ブロック、殺した。アラスター足上がった。さあキューバはデスパイネ、決まった、決まった。最後デスパイネ。第1セット15対13、キューバが先行しました。Is attractive. 南スポーツ。海の向こうから世界の子供たちが集まってきた。絵も綺麗だけど音がいいね。衛星放送テレビサテラ。イタチのエビ。一生懸命生きていきます。人生に勢い。喜びライフ。農協の協賛。今日給食で人参流しちゃった。悪い一日。今日町田君に宿題見せた。悪い一日。今日明日はきっといい一日。バスクリーン津村です。難しい名前とかついてると美味しいかな。ナンセンス。この裁縫方式のウエスト分かりやすいね。だからいいんじゃない。あ、ねえ、君も参加しませんか。サイフォンで入れた缶コーヒーウエスト。うわクレア大工とプリントごっこ。ヒヒーン、カラフル、プリントごっこ。お互いにやはり譲りません。6対6。両チームの監督、果たしてどんなことを考えてこの試合を進めておりますか。コートサイドには毛利アナウンサー。キューバの監督の取材が取れましたか。はい、サムエルス監督なんですがね、先ほど言ったのはここまで第1セットもいい形で取ってきているのに、お前たちはミスが多すぎると、こんなプレーをやっていて悔しくないのかということを盛んに強調したそうです。ここで頑張らないとどうするかということを言ってたそうです。はい、関西テレビの毛利八郎アナウンサーのリポートが入りましたが、やっぱりこういう場面ではね、技術的な指導よりもやっぱり頑張れ、何やってんだという負担をかける方が、気合ですね、はい、気合をかける方がやっぱり効果的でしょうね。はい、さあ6対6です。キューバが第1セットを15対13で先行しています。迎えています第2セット。10番サルエントス。これはイタリアにタッチネットがありましたか。これは惜しいでしょうか。イタリアにミスがありました。ここでやはりですよね、はい、ちょっとイタリアのですね、サーブが少しスピードがついてきて良くなってきました。そうですか。そのためにキューバの方がサーブレシーブがちょっと乱れ始めましたね。はい、バックアタックを見せますドルジですが、これがアウト。アウトですね。残念そうなドルジですが、ここまでやはり3本アタックラインを踏み越してしまったミスがあったでしょう。ですからセッターがちょっと今度はね、後ろへトスを上げすぎちゃったんですね。あ、そうですか、はい、そのために少し突っ込みすぎちゃってかぶって打ったために、ボールが沈まないで浮いてしまったというミスですね今のは。はい、7対6、キューバ1点リード。クイック上がります。打てるか。あ、打てない。これはミス。これはもったいない。9番のベルナルド。ベラスコ監督、唖然とした表情ですが、今のはちょっと1番のカルディニのミスですね。そうですか、はい、今楽に返せるボールをレフトに打ってもらおうと思ったんですね。10番サルミエントスのサーブ。もうこの試合力発揮だけにミスは致命傷。ベルナルディがね、スパイクは先ほどからも言ってるようにいいんですから、やっぱりサーブレシーブので少しこう落ち着いてうまくレシーブするようになってくればもう少し安定すると思うんですけどね、イタリーも。はい、ブロックあります。ベルトラン、またイタリアにタッチネットがありました、はい、もったいないイタリア。1セット目を失っています。サビンハイの時には3対1でイタリアがキューバを制しています。今年2度目の顔合わせということになります。7対6、キューバ1ポイントリード。ゴールに入りました。
これはあっという声を出してベルナルディが聞こえました。1番のカルディーニはおとり、そのスパイクを決めたベルナルディが後ろに下がりました。ディアゴ、なかなかこのベルトランもうまいですね、はい、斜めに飛んで、しかもね、逆方向に変えて打ってますもんね。非常に体の柔らかい選手ですベルトラン。さあそのベルトランが打ちます。まあデスパイネを強とすれば、銅とすればこの正の方がこのベルトランという感じですかね、はい、イタリアここで作戦タイムを取ります。イタリアは去年のソウルオリンピックでは9位に甘んじたんですが、だいぶこのレベルアップしたと見てよろしいでしょうね。いやもう、だいぶどころじゃないですね、もう全く見違える違ったチームになってきたっていいですね。そうですか、はい、その手腕を見せたのがこのベラスコ監督、そしてその貢献者がこのゾルジということになりますかね。8対6、キューバ2ポイントリードですが、この第2セットも接戦。さすがに小山さん、超ハイレベルの決戦ですね。本当ですね、もう点数も開きませんしね、はい、お互いに視力を尽くしてって感じがします。1番カルディーニ24歳です。12月シンガポールで行われますオールスター戦の1位にも選ばれています。こちらベルトラン、うまいスパイクはベルトラン、強いスパイクはデスパイネ。これはワンタッチあります、スパイク割っています。ミスが出ました。あ、またこれもサーブレシーブ、これもサーブレシーブのミスですが、あ、超えていません、オーバータイム。ちょっとイタリア、昨日のソビエト戦に比べるとサーブレシーブが、今もうキューバは徹底的にこの9番のね、はい、ベルナルディのところでサーブを狙っていってますね。ますか、はい、これは切り返しました。11番のゾルジ、ゾルジが後ろへ下がります。果たして後ろの位置でもう一つこれまでのようなバックアタックのジャストミートが今日は見られません。そのゾルジですが、9番メンバーチェンジ、7番のミージャンに変えまして1番のブルック、非常にサーブのいい選手です。187センチ、サーブでし、サーブポイントこそね、まだ取ってませんけどね、はい、その非常に強いサーブで相手を崩してるいいサーブでは9番の中でナンバーワンですね。そうですか、はい、さあラサーシーですか、ブロック、ブロックが出ました。サルミエントスあたりでしょうか、センターがサルミエントス、いや、これは6番のベルトランですかね、アナスターシー初めてブロックに捕まりましたね、はい、10対7です。3ポイント開きました。アナスターシー上がった、また上がった、デスパイネが返しました。チャンスボールイタリア、もう1本使う、アナスターシー、アナスターシーです。まあ大柄な選手の中で一人平均身長を下げているこのアナスターシーですが、意外とこういう選手がキューバにとっては嫌な存在かもしれませんね。そうですね、これはアウトです。なりました、ね、切れて打ちつけましたがアウト。ちょっと顔が歪みました、デスパイネ。3ポイントが出ました、アナスターシ、10対9です。またこのセットも1点差、デスパイネおとり、ロマンド・バルデス、5番のバルです。ライトに移動しての攻撃です。86年からナショナルチームの1位になっていますバルです。ミスが出ました、9番コ
うなりますと小山さん集中力が切れた方が負けとなりますね。そうですね、特にやはりサーブレシーブをいかにうまく結果に見えるかということと、それから間違えてもそのカクカクてブロックにぶつけたりあるいはミスをするようなスパイクをしない、はい、この2つがやっぱり大事になってきますね。なるほど、セットの終盤になってきますとね。ちょっとこれもレシーブボールが高い感じがしますが、ここはうまく切り返しました。イタリア9番メンバーチェンジ、3番のバンテスが起用されます。10番のサルミエンテスに変えまして3番のバンテス、非常に守備のいい選手です。これはピッチレシーバーですね。はい、10対9です。ヒットが入りました。上がった、イタリアチャンス。11番ゾルシ、ワンタッチがあります。ゾルシのスパイ決まっています。いや10対10になりましたね。ゾルシストレート、非常に反応が早い選手なんだと、そのゾルシを褒めたたえていますベラスコ監督。10対10になりました、同点。ゾルシ上がった、10対10の同点。さあちょっとトスが近いが、あーいいところ待ってる、アラサシがいいところに守っていました。スパイク決まったが、9番のベルナルディのスパイク決まった。ここでキューバが作戦タイムを取っております。日常を思いっきりシェイクしてみる、それ生活活劇。毎年毎年味を追求し続けるセブンイレブンのお鍋、今年のテーマは出汁の風味、お試しください。セブンイレブンいい気分。ピカイチデュオはレンズが隠れるデュアルフォーカス、切り替えのできる性格です。ニコンピカイチデュオ。ありがとうの旬、今年も心を込めて送ります。暮れの元気なご挨拶、日清サラダ油セット。濡れたまま塗る、しっとり濡れたまま塗る、ベトつかない。ジョンソンベビーオイルでオイル&ウォーターのスキンケア、モイスチャーシールがシャワーの後のみずみずしさを保って気持ちいい。濡れたまま塗る全身スキンケア、ジョンソンベビーオイル。11対10、イタリア逆転に成功。デスパイネ、やはりデスパイネですね。こういう場面になってくると集めますね。9番7番のミージャンがまたコートに帰ります。デスパイネはまだバック。こちらはベルナルディ、上がった、ベルトラン決まった。11対11、同点。あっというほどのそのパワーはそれほど感じられませんが、ベルトランうまいスパイクを決めていますが、これがアウトです。9番このセット3本目の3ミス。10番のハンターガッリーがコートに入りました。帰りました。やはりブロックを高くしたいんですね、イタリアとしては。ベルトランうまくブロックを利用しています。テクニシャンのベルトラン、11対11です。ベラスコ監督表情だけを見ますと、ベラスコ監督の方が冷静な風は見えますが、どうでしょうか。1番カルディーニのサーブ、11対11です。沈むサーブ、取られたですね。イタリア、これドイツですかね、はい、今セッターワンハンドで、リアルはトスが上げられる状態だったんですからね、はい、トスが上げられない時にネットから超えてくるボールはオーバーネットしてブロックしてもいいんですが、はい、このセッターがトスを上げようとしたボールをオーバーネットして触っちゃいけないということですからね、はい、これはイタリアのオーバーネットですね。オーバーネット、はい、今日の主審は韓国のアン、福
副審が日本の山口のりお。11対11、第1セットは15対13でキューバが取っています。迎えています第2セット、ベラスコ監督イタリア。ここでホイッスルは、これはキューバの方にタッチネットありましたね、はいはい、10番の打ったのはカンタガリーですが、その前にキューバの方にタッチネットがありました。またサーブ権が移動、イタリア。ドルジのスパイクさん、ディアゴに帰った、さあデスパイネ、また吠えましたデスパイネ。これはなかなかこういうスパイクは相当なバレーを持ってないと難しい角度 ね、言ってますかね。これは止めました、はい、ゾルジのスパイクをデスパイネが止めたんでしょうかね、はい、ゾルジのスパイクをデスパイネが止めました。12対11ポイント、キューバ抜け出します。今度は抜けた、速攻を使いました。12番抜けた、サーバーは10番のカンタガッリ。彼もジャンプサーブですね、綺麗に。しかしセッターに入りました、デスパイネ。あ、すごいコースだ。こういう時にデスパイネがこういうスパイクを決めますと、さすがにキューバ強しという感じになります。2枚のブロックはもうかすりもしませんもんね、はい、ブロックが出ます。10番のソルミエントスカ、13対11となったところで、イタリア作戦タイム、グラスコ監督です。アルゼンチン出身のグラスコ監督、アルゼンチンナショナルチームのコーチを経まして、84年イタリアに来ております。そして4年間クラブチームフィリップスというところの監督を務めます、務めました。イタリアのナショナルチームの監督でイタリア人以外はこれ初めてというベラスコ監督です。アルゼンチンの出身、このセットも今まで鳴りを潜めてたキューバのブロックがですね、この大事なところへ来て2本出ましたね。13対11いいところでキューバブロックが出ました。2ポイント抜け出しました。キューバデスパイネのサーブです、トゴリに入ります。ベルナルディです、ベルナルディも声を出しました。21歳のまだ若い選手です。性格的に非常に素直、ベラスコ監督がチームで一番練習を真面目にやっていると言っております。ベルナルディです、デスパイネブロック捕まりましたね。今度はデスパイネのね、スパイクが捕まりました。13対12、ディアゴサルミエントス軽く打ちました、はい、力を抜いてね、コートのど真ん中、守備の誰もいないところで軽く落としましたね。そのサルミエントスのサーブです、セッターのトホリに入りました。ベルナルディですが繋いでいます、これはアウト、これアウト、チームプレーです。14点目が入るチャンスだったんですけどね、キューババックアタック、デスパイネのバックアタック。もう本当にこのデスパイネのスパイクを見てると、体全体でスパイクを打ってるって感じしますね。はい、ああフォアボールが決まっています。どうもイタリアも一つですね、レシーブが ね今のももう際どいトスだったですよね、はい、ベルトランブロックはブロックはアウト、ブロックはアウトです、スパイクラインギリギリでしたね、はい、アウトかセーフか微妙なところで、あイエローカード、
警告カードが示されました。13対12、お互いにエキサイトします。イタリア対キューバ、きれいに今度はセッターに返ってキックが決まっています。おっとちょっと今足をひねりましたが大丈夫のようです。1番のカルディーニ、13対12から点が動きません。最後の6回目ですが、際どいアウト、本当にギリギリですね。ギリギリのところですがアウトです。サイドアウト7回目になります。この際どいところ避けるのもちょっと度胸がいります。反対側にメンバーチェンジ、イタリア。あ、ここで2人変えましたね。変えますね。センターのトーリー変えて3番のパッサーに、そしてゾルジに変えまして4番のデ・ジョルジ。セット目はね、サーブポイントをして一応成功したんですけど ね、 そうでしたね。このセットはどうでしょうね。デ・ジョルジです。ソウルオリンピックでは正セッターを務めました。そのデ・ジョルジのおっとブロックが出ました。デスパイネのスパイクを止めましたイタリア。13対13です。2枚完全に読まれてましたね。そうですか。ルケッタ選手ですね、止めたのは。はい、12番のルケッタ止めて13対13イタリア同点。はい、サーブだ。アルメントス、あ、ブロック、あ、上がった。ナイスカバーでした。あっとトスが流れ、アルメントス、これはミスパイ、これはネットに叩きつけました。イタリアが14対13。ちょっと力が入りましたね。14対13イタリアセットポイント。今ちょっと興奮してクレームをつけました11番のゾルジに、あ、10番ですね、10番ですね、はい、カンタガリにイエローカードが示されましたね。さあイタリア第2セットはセットポイント。あー、サブだ。ミスリー乱れた。サルメントスが打ち切れるか。ブロック、フォローできない。イタリアこの2枚が大成功ですね。はい、イタリアお箱の最後はブロックを見せまして第2セットは15対13、イタリアが取り返しております。キツネはまだか、タヌキは待ったか、待ちかねた。味も量もぴったりサイズの 1.25 倍、良いあんばいじゃ。うどんもこれだね、新発売。一台でコンチェルト、ヤマハのお店で確かめたい新しいクラビノーバ。ヤマハ。ミオちゃん、何してんの？勝手に氷取ってんのよ。というわけで我が家は勝手に氷で大変でございます。東芝冷蔵家具、よろしいよ。東芝です。夢で会いましょう、もっとたくさん話したい。0041 ITJ。 明治の曲はボディ、ボディは24時間営業。フリザ S が地の薬を変えた。患部付近に止まって直します。これがドラッグデリバリーシステムの技術。地には止まって直すプリザ S。 大正製薬から。抜いたのがカルディーニ。サーブレシーブがうまく入ってくれればこのトーレス選手のねトスワークっていうのがまた見られると思うんですよね。そのトーレスヘッドに回します。さあこれは3番のバンテスが打ちました。サウスポーのバンテスです。191センチ。ここまで守備固めで入るケースが多かったバンテスですが前衛でも使っています。サメルス監督、時間差を使いますがキューバ好プレー。カンタガリーです。だいぶイタリアは動きが違います。この第3セットメンバーチェンジ、1番のカルディに変えまして7番のアナスターシーです。1メートル83センチ。1セット2セットと活躍したアナスターシー選手、今度はこのセットはピンチサーバーですね。はい、
セッターに入りました。時間差の攻撃、このサウスポーのバンテスを使っています。しかしこのセットは12対3、1、2セットとは全く違う大差がつきました。カンタガッティ、シーラボンでレシーブがいいとこういうオープン攻撃のような単調な攻撃を決まってしまうんですね。はい、なんで、クイックにどうしてもブロックが引きつけられますんでね。サーブレシーブが悪ければもう最初からオープン攻撃だというのが分かりますんでね。はい、それだけやはりサーブレシーブがいかに大切かということだと思いますね。このゾルジのサーブはネットにかかりました。7番サーバーはミージャン、セッターにこれも綺麗に入りました。フェイントを見せます。ワンタッチしてますね、ブロックが。カンタガリーです。ちょっと今のはかぶり気味かと思ったんですが、そうですね、はい、もうこうなりますとイタリアのペースですからね、はい、どんなプレーをしてももうイタリアにいい方にいい方に転がってきますね。あーサーブのいい簡単がありました。これはキューバラッキーでした。イタリアのミス。キューバは今小山さん、はい、何をしなきゃいけませんか。もうね、あれですね、自分のところのプレーをサーブレシーブを一本一本きちっと切り抜けていけるいくということしかないと思いますね。はい、はい、ゾルジのバックアタックです。結局得点を取られるときっていうのはですね、サーブレシーブから自分のところの攻撃がうまくいかなくて相手から攻め返される、あるいはブロックで止められる、そしてもう一つは自分のところからミスをして自滅してしまう、はい、この3つですからね。その3つさえなくすれば、相手に得点は取られなくて済むわけですね。はい、そしてしっかりこうそういうふうに取られないように守っておいてチャンスを見て攻め返す、あるいはブロックを止めるということをやっていかなきゃいけないです。イタリアは先ほどカルディーニがまたコートに帰っています。がぜん動きの良くなったイタリアですが、さあベルナルディですがストレート打ち抜きました。9番のベルナルディ、メンバーチェンジは9番、11番がアルフォンソという選手です。あ、これはもう完全にサムエルス監督このセットは投げましたね。そうですか、はい、若手を使ってきましたね、経験をね、そして、はい、休ませて、やはり次のセットにかけようと、はい、いうことだと思いますね。デスパイネを休ませます、もうこれだけトップクラスの試合になりますとね、はい、選手たちのやっぱり肉体的な疲労度も、そうですけども、やっぱ精神的な疲労度というのも大きいですからね。集中力がね、一度ちょっとこう休ませてね、はい、次へまたスタートさせていくということはもう戦法としてはどこの監督も取る戦法ですからね。そうですか、はい、ご覧のようにデスパイネがベンチにいます、ね、9番のベルナルディ、はい、イタリアのサーブレシーブが良くなってきました。 1,2 セットはあまりいいところありませんでしたベルナルディですが、このセット当たってきました。12対3です。レシーボールが高い、そこはベテラン、これがトーレス選手の、ね、はい、お得意なんですね。左利きですから、サイボールを2段パス、サウスポーセッターのトーレスがトゥーアタックを見せました。マイクさん、カンタガッティです。またブロックが1枚になってしまいましたよね、はい、キューバの。ですからブロックが1枚になったらもうこのイタリアのどの選手でも、もう十分楽々と打っていきますもんね。はい、トーレス A のクイックはブロックアウトです。このクイックが決まっています。トーレスと7番のミージャンのコンビ、こうして粘ってましてね、はい、とにかく相手に点を取られないようなパレーをしているとそのうちにチャンスが出てくるんですよね。時間差、11番のゾルジ、イタリアメンバーチェンジ、3番のパッサーニ、はい、また2枚替えですね、2枚交換ですね、はい、4番のデ・ジョルジも入ります。2枚交換、イタリアお得意の2枚交換、セット2セットと成功してます。3セット目もどうでしょう。12対3です。トーレスに入りました。さあ11番若いアルフォンソに打たせましたが、カンダガリ、これはブロックアウト、スパイ決まっています。これで13点目、13対3、キューバー今、はい、これも1点取りましたね、この2人のメンバーチェンジで。そうですね、このことごとく当たってますね、2枚交換は、はい、サルメントスダイレクトで打ちますが、ブロックはアウト、スパイ決まっています。キューバは今主砲のデスパイネを休ませています。次のセットにかけようというキューバ、これはネットです。
ちょっとキューバ元気がなくなってしまいましたね。そうですね、シュートしてしまいましたね。あのこのセット確かにもう、取ることは勝つことはできないと思うんですね、はい、しかしやはり次のセットにつなぐためにもね、あまりいい加減なプレーはしないで、はい、やっぱり一本一本思い切って、練習のつもりでね戦っていかなきゃ次へつながっていきませんのでね、はい、こういうプレーはいけませんね、確かに点数は離れてても、はい、今のこの場面一本一本のプレーっていうのは大切なんですよね。さあイタリア14対3セットポイントです。ちょっとレシーバー乱れますがブロックが出ました。3番のパッサーリのブロックが出まして第3セットはご覧のような大差がつきました。15対3、一方的にイタリアが攻めまくりまして第2セットをイタリア取りました。これでセットカウント2対1、イタリア1セットリードです。雨も風も怖くない、昨日と違う今の僕上がってます。身につけたものは自信です。アデランス、いつもそしてこれからも私とあなた、紳士服のダイソー。2番目のやつ、うん、あれならいける。俺はあれ得意、うん、得意だもん。だ俺たち口ばっかりだもんな。口ばっかり昔からだな。粗挽きネルドリップはキリンジャイブ、男の七つ道具が当たります。テニオ波をチェックする賢い変換、ギザギザのない美しい印刷、キャノンアルファ5スーパー。このまま Tu es devenue très belle Mais もうそこにはペンな Une femme quand elle est aimée。これから先は大人の時間、クラブラメールハイグレード誕生。熱戦が繰り広げられていますキューバ対イタリア、第4セットは15対4でキューバが取り返しました。それではファイナルセットをご覧ください。ゾルジ・デスパイネ2人のスターの打ち合いはやはりもつれました。セットカウント2対2、いよいよ最後第5セットを迎えます。キューバ対イタリア、さあ小山さん、はい、左イタリア右キューバ譲りません ね、もうこうなってくると、このセット果たしてどんな試合展開になるのか全く予測つきませんね、はい、ラリーポイント制です。第5セットあっという間に決着がつくわけなんですが、優勝に向けて大きく前進するのはキューバでしょうかイタリアでしょうか。さあ第5セット強烈なスパイ決まりました、ベルナルディ。ご覧のように両チーム各選手まさしく真剣な表情になってまいりました。1対0イタリア先行。さあこれは6番のベルトラン、これで1対1の同点。ラリーポイント制ですからこれあっという間に決着つくんですが、これまた集中力いりますね。そうですね、で、キューバはですね、はい、4セット目からベテランセッターのトーレス選手を投入してきたでしょ、はい、でこの選手がやはりトスを上げると非常にタイミングをですねうまく自分で作って、選手にトスを上げていくんですね、はい、その分だけタイミングのブロックが止めにくいだろうと思うんですよ、はい、2対2です、同点。もう今のところサイドアウトの繰り返しですからね、ですからサーブ権を持ったチームがどこで1回余分に得点するか、これが勝負で、分かれ目になりますからね。ゾルジです、また3対2、サーブ権を持っている方が、このラリーポイント制は不利ということになりますけども、そうですね、はい、うん、これでタイヤのチャンスが1回来ました。なるか、いや、つなぎます、キューバつなぎます。サーブスパイレーデスパイネのスパイクです。3対3の同点、デスパイネとそしてゾルシ、この大会を象徴するような素晴らしいアタッカーの打ち合いになりました。キューバ対イタリア、得点3対3。ちょっと打たれます、ガッタガッティ、よく振り抜けましたね、はい、23歳、1m98cm のレフトアタッカーカンタガッリ、4対3、イタリアリード。さあサルミエントスです、
4対4、お互いにまだどちらが有利とも言えないですね。もう、まあ、お互いにサイドアウトの繰り返しですから。はい、さあ、10番、反対側に上がった、上がります。9番にチャンスが来た。これで、決めました。デスパインで決めました。これで1点、キューバがリードですね。はい、5対4、デスパインで決めました。やや優勢キューバ。10番、サルミエントスのサーブ。反対側のデスパインはアウトです。これは痛いですね。これは痛い、はい、痛い痛い、これは痛いミス。6対4となってイタリア作戦タイムで、特にこのラリーポイント戦になりますとね、はい、もう攻撃のミスというのは絶対にやっちゃいけないですね。致命傷ですね。攻撃ミスというかサーブミスね、はい、サーブをミスしてもこれ1点入りますからね、攻撃でミスをするくらい相手が楽に点を取れる方法がないわけですからね。はい、さあこうなりますとゾルジにボールを集めていくんでしょうか、それとも第4セットあたりから当たってまいりましたベルナルディあたりが活躍するか。イタリア6対4、ちょっとこの2点差は苦しいところ。イタリア今日の試合を見てましてもね、イタリアは非常にミスの少ない安定したチームだって言ってたんですけども、どういうわけかそのサーブレシーブで崩れる場面がやっぱり随所にありましたね、はい、それをその持ち前のブロック力でなんとかカバーしてここまで来たんですけども、ここでやっぱりサーブレシーブを崩されると痛いですね。これが1点につながります、はい、6対5でも今のところは、キューバの方が2ポイントリードという感じをしていいと思いますね。そうですか、はい、さあしたがってここでイタリアは得意のブロックが欲しいところ。さあしかしブロックの飛ぶ暇なし、はい、これはもうそうですが、うまいんですよね。ああそうですね、トスを上げるタイミングがね、ずっと遅らせていってね、瞬間的にペッと上げてしまいますからね、ブロックがどこへ飛んでいいのか読み切れないんですよね。はい、これはベルナルディのスパイスライダー、ゾルジを使った、これでまたもう1点。さあこれはベルトランブロック、ブロック決まった、ブロック決まっています。イタリアがしのぎました。あイタリア危ない危ない、得意のお家芸ブロックを見せましたイタリア。ポイントは現在7対6ですが、まだキューバが1ポイント、2ポイントリードという見方でよろしいですね。はい、ベルトラ今度は2点差になるわけですからね、はい、8対6となってファイナルセットです。コートチェンジ、左に移動しますキューバ、そして右イタリア。さすがに強い両チーム、キューバ対イタリア、もつれにもつれて迎えております第5セット、8対6、先に8点を取って左に移動したのがキューバ、そして今イタリアが1点返しました、8対7、ご覧のポイント8対7、キューバ1ポイントリード。さあイタリアチャンス、1点返すチャンスです。続きます、ガッツポーズが出ました9番のベルナルディ、これでイタリア1点返しました、はい、で点数は8対8になってますけども、はい、イタリアがサーブ権を持ってますからね、はい、まだ1ポイントイタリアの方が不利だということが言えるんですね。はい、さあそこでブロックが欲しいが、あこれで同等に並びますかね、ゾルジ、それで全く僕が並びましたか、はい、ゾルジのスパイク、やはり苦しい時はキューバはこのデスパイネ、イタリアはゾルジです。コートチェンジしてからイタリアの波が来ましたね。そうですか、デスパイネ、デスパイネ打ち切りました。あ力入ってきましたね、デスパイネも。さあ、はい、それでお互いにですね、6回ずつのチャンスがあるんですね、15点までに、はい、その6回のうちにどちらか先に1点取った方が有利になりますね。はい、さあ9対9です。ミック一番カルディーニ
1点取るということは自分のところにサーブ権があるときにどうやって1点取るかということですね。ここでイタリアはサーブ権ブロックが欲しい。イタリアブロックが出ました。そのブロックが出ました。点はでかい。イタリアお家のブロックが出て11対9となってキューバ作戦タイム。さあサムエルス監督がどういう指示を与えますか。11対9。今現在福井さん、ラリーポイントでない場合のことを想定しますとね、はい、3対2でイタリアが1点リードという場面なんですね。あ、そうです、はい、でこのリードをもしイタリアが保っていけば最後、15対13かあるいは、ジュースにもつれ込んでいっても17対16で勝ってしまうというケースになりますね、はい、ですキューバはあと4回のチャンスでどうしてももう1点返しておかないと勝負にならない。もう1点ね、はい、サムエルス監督、はい、この次の作戦タイムの後このサーブは確実にやっぱり取ってサイドアウトを取らなきゃいけないね。さあそのキューバどうか。ベテランセッターがエスパイネを取りますが、つないだ受けたコレシーブチャンスが変える。キューバもう一回エスパイネでしょう。エスパイネです。11対10キューバ命拾いしました。危ないところでしたね、はい、今のはブレック10番のカンタガッディがね、はい、もうどうせやられてもともとだと思って力任せに打った方が良かったですね。そうですか、はい、キューバ1本助かりましたよ。ちょっと安全策狙いすぎましたね、はい、11対10です。さあどっちが決着をつけますか。ドルジェ打ちました。スライダーキューバデスパイネ、デスパイネが決まった。さあコンテンマックス5分になりました。11対11です。こちらイタリアベラスコ監督、さあここでゾルジがまた打ちまくるか。うわーっとブロック、ブロックが出ました。キューバ12対11となってイタリア作戦タイム。全く一進一退ですね。あ、2点キューバがリードした、はい、それをイタリアが追いついて引き返してまた1点リードした、それでまた今度はキューバが追いついて今度はキューバが1点リードですからね、はい、今作戦タイムを迎える前のあのゾルジの表情がこうずーっと悔しそうな表情が象徴している感じのイタリア。12対11です。第1セットが15対13でキューバ、第2セット15対13でイタリア取り返しました。その後はリズムの激しいゲーム展開になりまして15対3でイタリア、そして第4セットは15対4でキューバ迎えています。もつれにもつれましたイタリア対キューバ第5セット、この試合もいよいよ終盤を迎えようとしております。12対11さあカンタガッディします。メンバーチェンジイタリア、1番のカルディに変えまして7番のアナスターシーです。15点まで来るまでが非常に早いですからね、このラリーポイントですと、はい、だからもう目まぐるしくタイムあるいはメンバーチェンジをして変えていかなきゃいけないですね。このスパイクはノータッチアウト、ノータッチアウトです。またイタリアに来ましたね。でスパイでもうスパイクノータッチ、はい、キューバは2回しかチャンスがありませんからね。さあそのチャンスをデスパイネが打ちます。デスパイネが吠えました。あと2回のチャンス、サーブ権を取っている時にもう1点取り返すことができるかどうか。13対13緊張のシーンを迎えていますが、ブロックが出ました。キューバにブロック、14対13ブロックポイントで、これでマッチポイントですよ。いよいよキューバマッチポイント。さあキューバマッチポイントです。14対13苦しいイタリア。サーバー4番デスパイネ、さあどうだ、おっとこれがこれがアウト。最後は9番カンタガッディのスパイクはアウトです。試合終了。優勝の鍵を握る大一番、キューバがイタリアを下しました。キューバ3連勝、これでキューバが優勝へ大きく前進しました。セットカウント3対2。
素晴らしいゲームでしたが、キューバがイタリアを下しました。もう優勝を争う両チームの素晴らしい試合ですよね、はい、1、2セットはお互いに主力を尽くして2点差、15、13で突破、3セット目、4セット目はもう一方的にイタリアが取り、そして、キューバが取り、この最後のラリーポイント戦もね、最後の最後までシーソーゲームを繰り返す、本当に見応えのある素晴らしい試合でしたね。この殊勲者、このデスパイネの左のここにこう汗が流れておりますが、ご覧のように優勝の鍵を握る大一番、キューバがイタリアを下しております。キューバ3連勝です。解説は小山壮さんでした。どうもありがとうございました。